ライトでナイトなお化け屋敷。あ、やっぱあれだね。あ、そうだよね。そう、マリオが向いていると、見られているみたいな感じで、そう、顔を塞ぐんだ。え、これ何？ちょっと待ってください。そこ取りたかったけど、なんかそっちの足場が、なんかぶっ立っちゃうよね。ここ、ファイヤーが、あ、なんかが引っかかります。え、なんだこれ？ちょっと待って。え、そういう、怖いです。怖いです。怖いです。で、ファイヤーを、ぶつけようとしても別に倒せるわけじゃないぞと。あ、踏んじゃうとさ、やっぱダメだよと。ここの足場ちょっと怖いです。集合、ちょ、一旦集合。こっち来たようだね。ちょ、こっちお邪魔します。で、チラって見て、ちょ、圧をかけつつ、このブロック何？あ、光った。あ、強い。へへへへへ。まあ、窓飛び込んできた。おかわりフラッシュして、なるほど、こういう感じでこのなんか光を照らしてくれるブロックを叩くとテレサが倒せますよと。で、このお花がいるということは安全のはずなんだけど、ここどこですか？さっきのゴール、え、ワンダーフラワー降ってきた。待って、それください。ワンダー、これ64、60。あ、あっちが降りていきました。うーで、なんでつうか何が起こった？わかんない。さあ、やっていきましょう、マリオワンダーなんですが、ちょっとですね、今回は知らない敵、そう、ワンダーの世界でまだ会ったことがないテレサとかちょっとね、会いに行きたいなと。なんか、そうなんですよね。なんか、マグマの樹海で、なんか、振り向きに関係する敵がいるみたいですよと。で、まあ、テレサも確かね、振り向きに関係する敵だったと思うので、ちょっとなんか、どんな風に違うのかなとか、そういうのもね、ちょっと先にテレサの動きをちょっとね、見てから、ちょっとあっち行った方が、なんか、楽しめそうな予感がしたので、ライトでないとな、お化け屋敷。まあ、全然関係ないキャラクターかもしれないんで、ちょっとわかんないんですけど、今日、テレサ、ちょっと初見です。テレサ初見です、します。ので、ライトでないとな、お化け屋敷。あ、やっぱ、あれだね。あ、そうだよね。マリオが向いていると、見られている、みたいな感じで、そう、顔を塞ぐんで。え、これ何？ちょっと待ってください。そこ撮りたかったけど、なんかそっちの足場が、なんかぶっ立っちゃうよね。あ、ここファイヤーが、あ、なんかが引っかかります。え、なんだこれ、ちょっと待って。え、そういう、怖いです。で、ファイヤーをぶつけようとしても別に倒せるわけじゃないぞと。あ、踏んじゃうとさ、やっぱダメだよと。ここの足場ちょっと怖いです。え、ちょっと待って、これどうしようかな。こっちにさ、集合、一旦集合。こっち来たようだね。こっちお邪魔します。で、チラって見て、圧をかけつつ、このブロック何？あ、光った。あ、強い。へへへへへ。窓飛び込んできた。おかわりフラッシュして、なるほど、こういう感じで、このなんか光を照らしてくれるブロックを叩くと、テレサが倒せますよと。まあ、どうやって倒そうみたいな、そんな感じっぽいが、そっちにブロックがある。え、ここにコインがあるということは、あ、待ってください。これ一旦照らそう。よし。で、照らすして、あ、開いてんのか、ここの空間。で、待って、ここって何もない。とか、照らしてる間は、あそこの足場が見えるんですよね。で、なんだっけ、右に何かあります。ここがこうなってます。あ、10コインがあって、この辺に足場があるね。なるほど。こんな感じで照らしてないとすると、テレサがじゃんじゃん溶けていくぜ。なるほど。こんな感じで、テレサを溶かしまくるステージっぽいですね。一度倒したテレサは、もう出てこない。わかんないけど、ここおかわりライトして。え、めっちゃある。うわー、なんですか、あなた。怖っ。まず、うおー、踏んだ。え、あれ、もう踏めない。怖いです。え、めちゃくちゃ怖い。あ、え、なんで今ので倒れた？わからない。なんか奥にさ、ライトがある。で、めちゃくちゃ扉がある。あ、どれかが、なんかあっちの、うおー、踏んだ。奥に繋がってます。なんかたまたま踏んだ。ちょっとさ、待てよ。え、
これ中間ある、中間ある、あびっくりした、なんか引っかかったか、何ってなったんですけど、ちょっと待って、これ照らそう、一旦照らそうして、手前のライトは光ってない、これは怖いですね、怖いです、あっち行きます、この扉ダメなんです、怖いな、じゃあ踏んじゃいして、で、これ偽物とかがわからないな、はい、あーなるほど、ハズレはこうやってコインくれますよと、のでまあどれが当たりか探してごらんねと、さっきの敵どこ行ったの、わからない、わかんない、ね、真ん中のやつ確かハズレだよね、怖い、これはコインです、なるほど、どれか、あー待って、そこの段差上がってくるの強いです、怖いです、一旦踏んじゃいして、あれちょっと待って、奥に繋がってないぞ、ということはどういうこと、どっか、うん、怖いです、この人怖いです、あの人どっか行かないかな、ちょっと待って、左にテレサがいる、これ待ってください、そこのそれ強いです、これちょっと一旦抜けよう、ちょそっとしといて、ということはこっち側に当たりの扉なかった、照らします、照らしてない、おー足場が動く、足場が動く、あキノコ来た、ちょっとあっち行っちゃったよ、待ってください、キノコ、キノコ置いていかないで、これ取ります、ちょっと怖いからし、一旦引き返そう一旦照らしに帰ろう、この辺って安全だっけ、安全だよね、ここ繋がってたもんね、足場が降りてびっくりやったので、あそこの扉はどこから繋がって、そこにさっき今引っかかりましたこれ照らしとくと何かいいことがあるかもしれないので、引っかかったら都度照らしに帰る、こう開いて、ていうかそこにライトある、これ照らそう、これ照らそうして、ここで何もでも叩けるので、待てよ、こうこうでさ、もう一度照らします、でちょっとこっちでさ、こっちでさ、どんどん光に飛んで火にいる冬のテレサ結構多分適当なんですが、こうやって照らしてこっち来て、でこのボックス何わかんない、これって叩けるやつですか、ぐるぐる楽しんでますね、ぐるぐる楽しんでる人がいて、でこのお花がいるということは安全のはずなんだけど、待って、さこのライトにテレサをそうおびき寄せると、あ待って、倒しとこう、ちょっと怖いか、うおー待ってください、まだ足場来てないです、これ叩きます、して、で あっちなんか照らされて足場あるね、でここが今安全です、ぐるぐる回ってます、ぐるぐる回ってます、これタイミングが分からない、ちょっと待って、これちょっとさ、一旦ちょっと左向いておびき寄せよ、ゲゲゲ、よしよしよし、隣に火にいる冬のテレサ、あ待ってください、今怖かったですこれ3つ目っていうことはさ、どっか繋がってたの、わからない、ボックスがあります、叩きました、コインがめっちゃ出てきます、コインがめっちゃ出てきます、これ照らします、コインが、あなんか繋がってる、これって入れるやつ、ここ入りました、なんですかこれ、あ引っかかった、待って、そこに扉がある、ちょっと待って、それ話変わってくるぞ、なんか見落としてる、ということはとりあえずそこの下は降りれるっぽいんですよね、怖いです、足場があります、怖いです、怖いです、怖いです、これ1個ぐらい空いてない、ちょっと怖いから とりあえず中間でファイヤーがもらえる、このファイヤー持ってると強い、強い、これさなんか隠してないですか、ないない、何もない、分かる、分かる、待ってください、怖いです、ここの足場つながってるこの空間なんですか、何もないですなんかファイヤー飛ばしても何もない、あ痛いです、ちょっと出てるのか、まずファイヤーを失った、あのライトがグラグラして、これなんかできるかなと思ったけど何もできない、入る、ここ入ります、ここ入ります、ここ入りました、ここどこですか、さっきのゴール、ワンダーフラワー降ってきた、待って、早くください、ワンダー、これ64、60、あっちが降りていきました、うーで、なんでつうか何が起こった、わかんない、ちょっとわかんないんですけど、とりあえずキノコでちょっとキノコになりましょう、キノコでキノコになりましょうして、でここでキノコ持ってるとファイヤーくれるの助かるね、でえあ
っと待って、でいやなんか乗ってる長いこと乗り続けたら降りるかなみたいな、なんかそういうのも隠れてるかなと思ったんですけど、別にそんなことはなかったので、ワンダーが降ってきたぜ、ワンダーがゆらりゆらりと降ってきたぜ。でこれって降りたらダメなやつ、待って、これ右行ける、右行ける、なるほど、あっち降りるのかなと思ったら、ちょコインがピョコピョコしてる、ちょっと待ってください、夜更かし、これ上がってください、あ上がれなくてもいけるのか、照らしてる、照らさ消えたなんで消えたかわかんない、こコイン、あー足場が上がった、まずいですね、あと38秒、扉が幼虫、あいつ偽物や待ってこれでも突っ込んでこない、踏んじゃい、踏んじゃいした、あこれ踏んじゃいして開いたら倒せる、そういうこと？待って、これさ、この敵を残しといて上がっていく。で、足場がじゃんじゃん降りてきている。上がって、ここの足場さ、急に、テレサがなんで消えていくかわからない。待って、っていうかさ、残り時間全然ないんです。あ、ワンダーシーが来た。やったぜ。助かった。悪い人もういない。これ、左見れない。左はこれ以上。あ、いけない。見えない壁がある。なんか取り残されたテレサがちょっとじわーってこっち来てるけど、どう？怖かった？ま、ちょっとびっくりしました。左行けないんだね。足場降りたから行けるんかなと思ったけど、多分あのキングテレサが動かないと進めないぞと。でここに帰ってきた。これって一方通行じゃなくてこっち来れる。こっち来れて。こっち側って何かあったっけ、あ、これあれか、そこに繋がってましたよと。あそこあの土管何だったの、わからないわかんないけど、こうやって来るとこっち来て、でこの辺に確か足場があります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 。ちょっとテルサがさ、テルサこっち来る、あこれさ、これ以上はさ右ないから、待って、こっからうお勇気を振り絞って てっぺん取るぜとそんな感じで、なるほど。まあ、ここで、なんか先に、なんかゴール前来ちゃったけど、ね、ワンダーシード、ワンダーシード取っても、こっちに来れるので、まあ、そっちから回ってくると、なんか正解いるだろ、みたいな。そんな感じみたいでしたね。ワンダーシードをゲットですわ。ここのワンダーシードは、何に使うのかは、実はよく知らない。なんですが、まあね、でかいテルサと、キングテルサかな、あれ。ただただでかいテルサかな。ちょっとね、その辺はね、もうちょっとよく見ないとな、みたいな。そんな感じなんですが、ライトでナイトなお化け屋敷、無事帰ってきましたね。さあ、といった感じで、ちょっとね、危機を乗り越えて、そう、お化け屋敷を乗り越えて、帰ってきたマリオさんですが、まだしも、ガチを。そこにはガチャを引くマリオさんの姿が、ガチャを引くマリオさんは誰にも止められないぜ、当たりよ、あーまずい、キノピオ黄色、まあ、まだ1枚、おかわり、あーちょっと待って、ファイヤーマリオこれちょっとまずいぞアドリルマリオ、ちょっとさ、今日、いやこのまま諦めてはならない、これ引いたら当たりです、これ引いたら当たりなんです、当たりました待て、最後の10枚引いちゃうか、引いちゃうぜあただくじけずにおかわりを引いたことで、なんとか1枚新しいやつ出せましたね。